皆さんこんにちは、こもこんです。はい、今車で千葉に向かってます。なんで千葉に向かってるかっていうと、カードの特価セールがあるということで、あのカードがあの金額ということになってるみたいなんで、僕の家から千葉まで運転すると、2時間から2時間半はかかるんですけど、まあ、ちょっとね、ドラゴンボールのカードの特価ということで、行ってみたいと思います。橋なんですけど、すごい渋滞にはまってまして、さあもうちょっと、デンさん来ました。駐車場がね、広いんだよね、あのエンタキングさん。すいません、店長さん、沢店さんに来まして、ツイッターでよくお見かけする店長さんが、安い、すごいカードが、ブロリーダックだって言ってるので、聞いてきまして、ちょっとそれ見させていただきたいんですけど、どこですか、店長。ブロリーダックいいですね。はい、はい。これ、向こうにさっきを、出てきました。はい、さっき、そこにいましたね、店長。どうですか、これですね、僕も一回さっき見たんで、特価コーナーで皆さん驚きの価格ですよ。本当は僕これ今日全部買って帰りたいんですけど、買うと皆さんに怒られるんで、安いのにお前がなんで買うんだということで、ちょっと代わりにガチャを回していこうとは思うんですけど、ブロリーダークがなんと2980円あって、さらに50台1980円、シュルム780円です。これ利益ないですよね、店長。そうですね、多分赤切ってると思います。あ、赤なんですね。使われる方いいですね。ヤムちゃん状態不良が12550円で、はい、これも安いですね。あ、俺に何も言葉言ってない。やっちゃうんですよ、このフロアの長。あ、フロア長さんが共感していけるような形でやらせてもらって。もうこういうのってやっぱたまにされたりとかするんですかね。しょっちゅうやってます。あ、しょっちゅうされてるんです。本当僕これ買いたい。これブロリダック無調和とかなら僕買いたいですね。ジレンとかも1480円で安いんで、仮面のサイヤ人がいくら3980円。はい、ということで、ここ仮面のサイヤ人でしたね。仮面のサイヤ人とケフラもう売れてます。動画上がってる頃にはひょっとするともう売り切れる可能性もあるし、まだ残ってる可能性もあるので、一度ぜひ鶴沢店さんに来てみてやってくださいませ。キングさんの500円ガチャです。銀箔ターブル身勝手悟空が2枚あって、でさらにね、こう10倍海王拳悟空だったりとか、時の海王神だったりとか、魔人ブゼノだったりとか、結構ね、豪華なラインナップになってます。これ1個は当たりが来るんじゃないでしょうか。魔人プティで一番前に当たりがあって、当たりは多分ね、赤丸のシールがついてるんで分かりやすいです。さあ来い。おお、スーパーラの孫悟空ゼノグレイビーとか来そうな気がするけどね。さあ何でしょう。おお、キャンペーンのベジータですね。さあ、ああ、おお、戦士の絆のピッコロさん。さあ何が来るんでしょうか。おおおおおお、びっくりした。シークレットレアかと思ったリブリアン。さあ何が来るんでしょうか。おおおお、裏で出てきた。これひょっとするとひょっとするんじゃない。セコセノちゃん。おおお、早い、アルティメットのゴージータゼノが来ましたね。6個目で来る。さあ、はい、最悪魔ちょっと、はい、で何が来るんでしょうか。はい、キャンペーンのマジンプ。さあ何が来るんでしょうか。最高。あー、はいはい、スーパーレアのミラですね。こいこい、これ決めた。こい、お、これはキャンペーンだな。キャンペーンのクリリン超か。おー、はい、スーパーレアの北の海王神でございます。当たり、はい、さあ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 、裏できたよ。裏できたってことは当たりじゃない、赤シールじゃなくなったのかな。最高セーブ。シャン、おー、おっしゃおっしゃおっしゃ、来た来た来た。暗黒魔人ブーゼン、イエーイ。赤シールではなくなってた。